こんにちは、孤独のライダーです。僕が住んでいる盛岡は城下町だったので、四季折々なかなかいい景色を醸し出してくれます。今日はせっかくなんで秋の盛岡をぶらりとしてみようと思ってるんだ。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。それでは2018年の秋の盛岡の風景です。せっかくなんで岩手県庁の屋上に登ってみました。ここに来るとなんか偉くなったような気がするんだよね。あー腹減った。今日
今日は岩手県が誇る干潮飯にしよう。これが岩手の干潮飯だ。日替わり定食550円。ではいただこうとしよう。やはりレベルが高い。僕は前の職場で毎日県庁に顔出してたから、よく県庁食堂を使ってたんだ。でもね、今日は振興局の食堂にしました。なぜかって、そうだな、県庁食堂はね、改装しちゃってちょっとレトロさがなくなったんだよ。ここはね、まだレトロのまま、それがいいんだよね。そしてボリュームもあるし、お財布にも優しいときた。みんなは干潮で飯を食ったことがありますか？もしないなら食べることをおすすめするよ。なんかね、偉くなったような気がするんだよ。あとね、干潮の近くに行ったらトイレに入ることをおすすめするよ。それもなんか偉くなったような気がするんだね。僕は昔東京で仕事してた時に、日銀とか東京証券取引所、あと大蔵省なんかによく出入りしてたんだ。そうすると決まってトイレにはこもるわけ。国の中枢の人と同じことしてるぞって感じるんだよね。わかるかな、わかんねえだろうな。でも変態ならわかるよね。飯を食いながら下品な話ですいませんね。でもね、人間の欲求だからしょうがないよね。同じ生きるなら楽しんで欲求を満たす、これって最高だよ。お金が余計にかかることはないしね。僕的には最高のストレス発散法だよ。誰に迷惑をかけるわけでもないしね。まあよかったらみんなも僕と同じようにやってみるといいよ。きっとすっきりすると思うよ。